新戦組。新戦組は、江戸時代末期、幕末に、京都において、反幕府勢力を取り締まる、警察活動に従事した後、旧幕府軍の一員として、母親戦争を戦った、武装組織である。なお、戦の字は、戦とも表記されることがあり、新戦組と表記された資料もある。新戦組の局長、近藤勇をはじめ、大使たちが残した手紙でも、 両方の字が表記に用いられている。タイの公印が押された文献は、線の文字が使用されているため、2004年頃から、高校日本史教科書では、新選組の表記が増えてきている。幕末の京都は、政治の中心地であり、諸藩から、尊能上位、倒幕運動の志士が集まり、従来から、京都の治安維持に当たっていった京都諸次第と、 京都町奉行だけでは防ぎきれないと判断した幕府は、清川八郎による検索で老子組の結成を、帰とした。江戸で求人した後、京に移動した。しかし、清川の演説でその本意、口実を知った、近藤勇や芹沢かもが反発、京都守護職の合津藩主、松平片森の庇護のもと、新選組として発足した。同様の配下の京都見回り組が爆心。 はたもと、ご家人で構成された、正規組織であったのに対して、新選組は、老使、長人、農民身分を含むで構成された、藍津藩預かりという非正規組織であった。隊員数は、前身である、身部老使組二十四名から発足し、新選組の再生時には二百名を超えた。任務は、京都で活動する不定労使や、討伐師の捜索、捕獲、 担当地域の巡査、警備、反乱の鎮圧などであった。その一方で、商家から強引に資金を提供させたり、タイの規則違反者を次々に粛清するなど、内部構想を繰り返した。慶応3年、1867年6月に、爆心に取り立てられる。翌年に、母親戦争が始まると、旧幕府軍に従い転戦したが、同戦争終戦と共に解散した。 文久2年、1862年、江戸幕府は、将内藩合詞、清川八郎の検索を受け入れ、将軍、徳川家持の上落に際して、将軍警護の名目で老子を募集。翌文久3年、1863年2月、集まった200名余りの老子たちは、将軍上落に先駆け、老子組として、一段をなし、中仙道を成城する。 老子取締役には、松平和佐助、宇戸野九王、久保田沈勝、山岡哲太郎、松岡マ中条金之助、佐々木忠三郎らが任じられた。京都に到着後、清川が金の勢力と通じ、老子組を天皇廃下の兵力にしようとする格策が発覚する。老子取締役の協議の結果、清川の計画を阻止するために老子組は、 江戸に戻ることとなった。これに対し、近藤勇、肘方歳三を中心とする、市営館派と、芹沢加茂を中心とする、水戸派は、あくまでも、将軍警護のための京都残留を主張した。あ、鵜戸の旧王は、老仕組みの戸の内吉尾と、イエスサと次郎に残留者を募る、要指示。これに応えて、市営館派、水戸派、殿内以下、根岸とも山一派などが、 京都の三部村に残ったが、根岸派は直後に脱退。そのうち、家里は排斥され、同年3月、後部合体に基づく上位断交の実現に助力することを目的とし、新選組の前身である三浪士組、青中老士組を結成。一方、江戸に戻ったメンバーは新朝組を結成した。三浪士組は三部村の八木邸や前川邸よびその周辺の 定宅を頓所とし、第一次の大使募集を行う。その結果三十六名余りの集団となり、京都守護職の松平片森から、主に不定労使の取り締まりと、市中警備を任される。四月、大阪の両外省、平野や五兵に百両を提供させ、これを元手に、大福、大器を揃え、大器の制定に取りかかる。六月、 大阪相撲の力士と乱闘になり殺傷する。三浦押し組にも負傷者が出た。武業所は、力士側に火があると判断。力士側は、三浦押し組に五十両を送り詫びを入れる。八月、芹沢か村ら約三十名の大使が、京都のキートトンや、大和や小兵に金策を謝絶されたことに腹を、縦放火。刀を抜いて引消しを寄せつけず、一晩かけて焼き尽くす。この事件に、 松平片森は行き通り、近藤らを呼び出し処置を命じたとされるが、蝉沢及び、三室仕組の関与については、否定的な見解が存在している。同月、三室仕組は8月18日の政変の警備に出動し、その働きを評価される。そして、新たな対名、新選組を拝命する。対名は、武家転送から賜ったという説と、 松平片森から賜ったという説の二つがある。後者の説は、合津藩士本人の警備部隊名を片森からもらったという意味である。九月、近藤、肘方ら市営官派が、八木手で、芹沢かも、平山五郎を暗殺。平間茂助は脱走。野口賢治は十二月に切腹。水戸派は一掃され、市営官派が組を掌握し。 近藤を頂点とする組織を整備した。現時元年、1864年6月5日、池田屋事件で、尊能上位発誌を残殺、捕獲。8月、金門の変の鎮圧に参加した。池田屋事件と金門の変の働きで、朝廷、幕府、藍津藩から勘定と200両余りの恩賞を貸し、されると、同年9月に、 第二次の大使募集を行うこととなった。池田屋事件で新選組の知名度が上がっていたことから、肘方、斎藤、伊藤、藤堂平介などの幹部が、直接江戸へ向かい剣術道場などを訪問し、伊藤絹太郎らの一派を引き入れることに成功。翌年5月に32名で京都に戻ったことが確認されている。これらの活動により新選組は200名まで増強され、 大使を収容するために、二部登所から、西本願寺へ本拠を移転する。長州聖伐への参加に備え、戦場での指揮命令が明確になる招待制、一番組八番組及び小児打造具に改装。群中ハットも制定した。しかし新選組に、出動の命令はなかった。慶応三年、1867年3月、伊藤木根太郎らの一派が、 思想の違いなどから五稜英氏を結成して脱退。同年6月、新選組は幕臣に取り立てられる。同年11月、五稜英氏を襲撃し、伊藤らを暗殺する油の工事事件。慶応三年、1867年10月に、将軍、徳川義信が大政奉還を行った。新選組は、 旧幕府軍に従い母親戦争に参加するが、初戦の戸麦、伏見の戦いで新政府軍に敗北。榎本武明が率いる幕府所有の軍艦で江戸へ撤退する。この時期、戦局の不利を悟った大使たちが相次いで脱走し、戦力が低下した。その後、幕府から新政府軍の甲府進軍を阻止する任務を与えられ、紅葉陳部隊と名を改め、 甲州街道を甲府城へ進軍するが、その途中甲州勝沼の戦いにおいて、新政府軍に敗退する。再び江戸に戻ったが、方針の違いから長倉新八、原田佐之助らが離退して、安守兵隊を結成。近藤、貴地方らは、再起をかけ、流山へ移動するが、近藤が新政府軍に捕らわれ処刑され、起きた掃除も持病だった、敗結核により、江戸にて死亡。 また諸事情で江戸に戻った原田は、将棋隊に加入し上野戦争で戦死した諸説あり。新戦組は宇都宮城の戦い、合図戦争などに参加するが、合図では斎藤はじめらが離退し残留。残る大使たちは、江戸地へ向かった江戸元らに合流し、二股口の戦いなどで活躍する江戸共和国も参照。新政府軍が函館に進軍しており、 弁天台場で新政府軍と戦っていた大使たちを助けようと、肘方ら数名が助けに向かうが、肘方が銃乱に当たり戦死し、食料や水も尽きてきたため、新選組は降伏した。旧幕府軍は、函館の五両郭において、新政府軍に降伏した、函館戦争。明治政府は、大使の遺族らに遺品の所有を禁じた。明治時代は、 新選組と敵対していた、佐長出身者が政治の実権を握っていたこと、また、広告士官の影響により、俗軍となった新選組を否定する風潮が強かった。このため、私学的な研究も遅れた。大正時代に、おさらぎ二郎が表した小説、ク馬天狗でも、新選組は悪役として描かれている。ただし、講談の影響で庶民からは一定の人気があり、 クラマ天狗の中でも、近藤勇だけは、他の大使と違って、各社の合傑として描かれていた。昭和三年、1928年に、新選組島月、下沢広史、新選組四六、平尾道夫が刊行されると、新選組は、再評価され始めた。昭和八年、1933年、警視庁に創設された、特別警備隊、現、 警視庁機動隊は、昭和の新戦組の通称で親しまれた。太平洋戦争中には、陸軍で編成された、飛行第47戦隊、初代隊長、下山昇中佐、第二代隊長、奥田徹少佐と、海軍で編成された第343海軍、航空隊、戦闘301飛行隊、隊長、菅野忠史隊員も、新戦組と呼称されている。 戦後は映画やテレビドラマで新選組が主役に扱われることも多くなり、各大使にもスポットが当てられるようになった。昭和40年代に放送された新選組結風録、萌え予見、芝良太郎原作、栗塚明主演は新選組ブームを起こした。年齢や身分による制限はなく、人中報告の志がある健康なものであれば入隊できた。 実技試験もなかった。ただし既婚者は妻子を身分の頓所から従理、約40キロメートル以上離れた場所に住まわせること条件とされた。これは、新選組が男の合宿制をとっていること、妻子が近くにいることによって命を惜しむようになることを防ぐためと考えられる。幹部に昇進すれば、京都に家を持ち、妻子やけを迎えることが許された。 新選組と交流のあった科学二乗りの十回によれば、入隊後一定期間は仮同士という使用期間となっており、先輩大使が夜に押し込むなどして度胸が試され、この時に臆病な振る舞いをした者は追放されたという。京都で活動している不定労使や倒幕志士の捜索、捕獲、担当地域の巡殺、警備など、警察活動を任務としていた。 後日する数々のフィクション作品の影響により、老子を切りまくった人切り集団とのイメージが強いが、実際には捕獲、池捕りを原則としており、犯人が抵抗して捕獲できない場合のみ切った。池田屋事件においても、最初は敵の人数が上回ったため切る方針で戦ったが、肘肩隊が到着して新選組が有利になると、方針を捕獲に変えている。事件後、 近藤勇は、内取り7人、傷ため不幸者4人、飯歩二23人、7人を殺し、4人に手傷を負わせ、23人を捕獲したと報告している。新選組の担当地域は、祇園や、不趣味であり、御所や、館長外は、合図判兵千名、その周りは、京都見回り組500名が固めていた。従来からの京都諸市大と京都庁武業も、 治安維持に当たっていた。他の組織が管轄を遵守していたのに対し、新選組は、老子の逃亡などを理由に、管轄破りをすることも少なくなかったと言われる。映画やテレビドラマでは、新選組が大気を先頭に、集団で巡回する様子が映されることが多いが、そのような目撃記録はない。百六十五年、慶応元年に、劇権、柔術、文学、 法術、馬術、葬術,術の各師範を設けた。しかし、どの程度稼働していたのかは、はっきりしない。局長、近藤勇、副長、土方歳三、一番隊組長、沖田総事ら新選組の代表者が、天然理心流市営官の見学であったことから、新選組所演の剣術として、天然理心流が有名であるが、他の大使は、神道無念流。 北進一東流その他町々であり、新鮮組イコール天然離心流ではない。激犬師範七名の内天然離心流は一名、きた総治である。流派や入隊時期が異なれば形稽古はできないため、稽古は市内打ち込み稽古に限られていた。稽古はかなりの激しさだったらしく、新鮮組が中途していた、ヤギ邸のヤギた三サブロは、打ち倒されて動けなくなっているものを、 よく見たという。また、近藤勇や芹沢鴨もは高いところに座って見ていることが多かったが、肘方と静は、いつも、胴をつけて、汗を流しながら、軽い軽いなど取っていたという。母親戦争のとば、伏見の戦いで新政府軍に刀で挑んで破れ、肘方が、エビスキは方に、膝れば不可。僕、剣を帯やりを取り、一模様を売るところなしと語ったことや、 甲州勝沼の戦いで、近藤が率いた紅葉鎮部隊が、早小隊にわずか2時間で敗れた事例などから、白兵戦に特化した集団とのイメージを持たれることが多いが、幕府陸軍に習い、フランス式軍事訓練を行っていた。西本願寺境内で、大砲や小銃の訓練を行い、銃砲の音に迷惑した西本願寺が訓練の中止を求め、藍津藩に陳情した。 その後ミブデラに訓練場所が移されたが、訓練が三景人の妨げになり、法の音響で寺が破損するなどの被害が発生している。組織力を強化するため、役職を設け、指揮命令系統を作り上げた。先方は必ず敵より多い人数で臨み、集団で取り囲んで襲撃するものであった。 例えば三条生察事件では8人の敵に対し34人の味方を用意し、油の工事事件では7人の敵に対し3、5、6人で襲撃した。さらに、芝番という突入担当者をローテーションであらかじめ決めておき、突然事件が起きてもひるむことなく対処できるようにした。当初、袖口に山形の模様、段だ々だ模様を白く染め抜いた浅木色。 水色の羽織を着用していたとされる。羽織の段ならは、歌舞伎などの演目、中心蔵で、赤穂老子が、キラテイに打ち入りした木に着ている羽織の柄、ただし史実ではなく、赤穂樹形をもとにした創作で広まったもので、朝木色は、武士が切腹の時に着る神下の色である。制作したのは大文字屋五福店、現在の大丸。一説には、大文字屋ではなく史上の五福屋、 岸屋とも言われる。ダンダラバウリは最初の1年ほどで廃止されたらしく、池田屋事件の時に着用していたとする証言が最後の記録である。池田屋事件の2日後に目撃された大使の服装は、着込み序盤、町高袴、紺のキャハン、後八巻、白のタスキであった。新選組に尾行されていた大村藩士、渡辺昇によれば、尾行者が国威。 黒馬かまであれば、すぐに新鮮組であると分かったという。また、明治末期に老人が、新鮮組は、黒ラシャツ筒袖の陣羽織を着ていたと証言している。ことから、ダンダラバ羽織の廃止後は黒ずくめであったと考えられる。警備や、戦闘の際には、鉢金、鎖片びら、小手、銅などの防具を装着した。主な武器は、刀と槍であった。局長の近藤勇は、 内刀と、ほぼ同寸の長脇刺しを好んだ。副長の肘方と志蔵も、八丁二尺八寸の泉守兼貞、一尺九寸五分の堀川国広の刀を用いていた。とは、伏見の戦いで新政府軍に敗れた直後に、肘方が藍津藩から二千両を受給しており、新式の兵装備品に当てた可能性が高い。赤字に禁じ。 または白地で誠を染め抜き、大福と同じように段らが入っていたとする大器が一般的、全部で六種類あるとされている。現在の高島屋にあたる古着、木綿章によって特注で制作されたものである。その大器が現れた時、敵は恐怖で凍りついたと言われる。新選組の大器が誠であったことから、近藤勇の実家、市営館は、 精鋭官の誤りと推測する説もある。結成当初は、資金難であり、新選組の講演者、佐藤彦五郎からの支援だけでは足りなかったため、商家から資金を提供させたと伝えられる。京都市御職配下時代は、藍津藩からのご用金で賄っなっていた。その後、幕府配下になると、各大使は、幕府から給料を得た。新選組、長倉新八。 昭和二年史家本によれば、局長五十両、副長四十両、副長除金三十両、平大使十両の月給であったとされるが、実際はそれ以下であったと考えられる。諸々の事件への出動により報奨金など恩賞が下されることもあった。右号の州である浪人集団を統率するため、俗に局中派と局中派と書といわれる大器を定めた。大器は、 厳格に運用され、違反した組員は粛清された。成立は、合津藩預かりとなった、老子組時代、文久3年、1863年に、近藤ら司令官派から芹沢ら水戸派に提示されたと、考えられている。天然李神流に入門する際に制約させられる、新門長との類似性も指摘されている。法として機能し始めたのは、 新選組と名を改め近藤、土方を中心とする組織が整ってからで、伊藤木念太郎ら一派の暗殺の際にも適用されたと言われる。第一条、指導に席間じくことなどのように、内容は抽象的で、解釈は局長や副長の一存に委ねられるものであった。下沢博が昭和三年、1928年に表した。 新選組始末期で紹介されて、以来有名となり、上記の五箇条として知られるが、同時代資料にはこれをすべて記録したものは、現在までのところ発見されてない。長倉新八が、大正2年、1913年に語った内容を、記録した、小樽新聞の記事、新選組天末期には、私の闘争をふもとを除く四箇条しか提示されて、おらず、名称も、 極中ハットではなく、禁令、法令としか言及されていない。そのため、上記の五箇条と極中ハットという名称は別に定められていた、軍中ハットを混ぜて、下沢博士が脚色したもと推測されている。とば、伏見の戦い以前の五年間での、新選組内部における死者は四十五名に上る。内訳を見ると、倒幕死者との戦闘による死者数は六名で、 その他は、ほとんどが、切腹や暗殺などの粛清絡みのものであった。記録を見る限りでは、新選組は、自組織内での相互不信と、内部構想に明け暮れて、敵よりも同志を殺した数の方が、よほど多かった。トップは局長。直下に局長を補佐する副長がおり、そのさらに下に、副長助菌、観察方、内務観察、感情方、 会計担当などの役職を設けた。副長助金は、組長として、平大使を統率した。各隊は1番から10番まであり、各人員は10名前後。組長の下に5長を置いた。新選組の組織編成は、職務の複数性を原則とする江戸時代の各組織と違い人性であり、様式群生の影響が指摘されている。以下に構成員。 新選組の名を用いる以前、三風老押し組も含む、1864年編成時組頭、夏季以外の大使話を参照。モデルとした創作作品、俳役として登場する作品は多数ある。ここでは、新選組を主題としたもののみを掲げる、もう参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。